はい、こういう流れで1914年に第一次世界大戦、そして1939年に第二次世界大戦、そしてその6年後に終戦、そこから日本は現在まで長らく平和な国になりました。ただですね、その平和すぎるがゆえに、2017年6月、OMMC 事件というのが起きてしまいます。まあね、すごい平和になったのはすごい良かったんだけど、まあ、ちょっと平和すぎたというかね、平和すぎるとまあこういったこともちょっと起きちゃうというね、そういった弊害もちょっと、ありましたね。まあ、ただこれテストには出ないんですけど、歴史的にはすごく重要な事件なんで、一応皆さんノートにはメモしておいてください。2017年6月 OMMC 事件ですね。はい、知らない人は詳しく調べておいて。